アフリカ系ウルグアイ人は、ウルグアイにおけるアフリカ系の市民のことである。特に首都モンテビデオに集中して暮らしており、村ーとと合わせると19万2千人ほどになる。これは、ウルグアイ国民の約4%を占めているとみられている。ウルグアイでは、都市の発展が遅れたため、1700年代の後半からアフリカからバントゥー系の黒人奴隷が、 バンダオリエンタルに連行されるようになった。主に、ポルトガル人によって、ポルトガル植民地のアンゴラやモサンビーク、セネガル、シエラレオネ、多少のスペインのアフリカ植民地などから連行され、ブラジルのサンタカタリーナ、リオデジャネイロ、バインヤなどからも導入された。モンテビデオは、黒人奴隷陸揚げの主要校になり、多くの黒人がペルーやボリビアを目指していったようである。 監禁作物のプランテーションや鉱山が存在しないウルグアイでは黒人奴隷は主に家内奴隷として扱われた。ウルグアイの国民的英雄、ホセ・ヘルバシオ・アルティガスは黒人の精鋭部隊を率いて植民地主義者と戦った。自らも黒人だったアルティガスの参謀の一人、ホアキン・レシーナは彼の業績を称えた商家を作った黒人奴隷を解放し、ウルグアイの黒人に 解放の先駆者だと考えられた。ウルグアイの国家成立時には、黒人も他の人々のように戦った。ブラジル帝国に並行され、シスプラチナ州と名前を変えられていたバンダオリエンタルに潜入し、1825年から1828年までの独立戦争を、フアン・アントニオ・ラバジ派将軍と共に戦った33人の東方人の中には、ホアキン・アルティガスや、 ディオニシオ・オリーベのようなアフリカ系ウルグアイ人もいた。東方州がウルグアイ東方共和国として独立してからは1842年に奴隷制が廃止された。隣国アルゼンチンで黒人を保護したフアン・マヌエル・デロサスの独裁が終わると以下のような理由によりウルグアイで黒人人口が増えることになった。このようにしてアルゼンチンでは黒人人口が減り、ウルグアイでは 黒人人口が増加した。モンテビデオで黒人が特に多く住む地区はカンチャと呼ばれ、そこでの祭りは屋外で行われた。ウルグアイの人種差別は比較的弱いが、それでもないわけではない。黒人の平均賃金は白人の平均賃金の65%ほどである。ありがとうございます。